それでは、宿徳中学高等学校の練習についてご紹介したいと思います、えー、まず、大外刈りをやってみたいと思います、えー、基本的に打ち込みは、技の形を作る練習と技の切れを作る練習をしております実際に、まず技の形を作る練習からやっていきたいと思います まず大きく技を入る練習ですはいここで一回止まるはいはい戻るはい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 、はい えー、ここで大きく注意してほ、えー、しいことはまず大外刈りについてもすべての技についてそうなんですが、えー、畳の線を縦と横をしっかり使って目安で入るとまっすぐとした技が入れます。それでは意識しててて入ってみてください 止まってください。はい、えー。きついと思うんですが、ここで一回ずつ止まるということを意識してください。はい。えー、線の使い方ですが、えー、まず縦の線は縦の線上に沿って往復するということ。それから横については。 相手の体を約5センチ程度前に崩すとこの線上に相手の体を持ってくるということを意識して入ります。